秋田県立大館大鳥なる高等学校は、秋田県大館市あざ、金坂後に所在する、県立高等学校。1898年秋田県第二尋常中学校として開校し、1901年に秋田県立大館中学校と、改唱、1948年、戦後の学生改革により、秋田県立大館大鳥なる高等学校となる。2003年には、 文部科学省より、スーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、生徒研究発表会において、文部科学大臣奨励賞の受賞歴がある。開校の翌年に創部した野球部は、文部領土の興奮を象徴する部活動で、2011年に第83回選抜高等学校野球大会の21世紀枠に選出され初の甲子園出場を果たした。 大立中時代の1912年に校長を務めた中馬校は野球の役後の生みの親としても知られ、野球伝道入りを果たしている。盾と桜の衣装平成18年度から普通科と理数科のくくり募集を実施。それに伴い、第一学年の学科を普通、理数科とし、かつては普通科理数科としていた、学級編成を普通理数科に改変した。 卒業生協職員、ありがとうございます。